いやいやいや、先輩方さすがでいらっしゃいますね、はい、さあ続きましては仮面ライダードライブの皆さんにも初日を迎えたお気持ちとともにご挨拶をお願いしたいと思います。それでは仮面ライダードライブ泊まりしんのすけ役竹内涼真さんお願いします。いやありがとうございます。ありがとうございます。ガくんありがとうございました。さっきのいいよ。泊まりしんのすけ役の竹内涼真です。本日は、初舞台挨拶、こんな大勢の方に来ていただいて本当に嬉しいです。2階席盛り上がってますか？ありがとうございます。ひとっ走り付き合えよ。ありがとうございます。今日は、最後まで本当にゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございました。あ、まだありがとうございましたじゃないですね。まだ終わってないですよ。よろしくお願いしますからね。我々の挨拶もあるとお願いします。すみませんでした。締めないでください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ続きまして、しじまきりこ役内田理央さんお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、しじまきりこ役の内田理央です。皆さんギア入ってますか？イエーイありがとうございます。いや今回初めての舞台挨拶ということでとても緊張しているんですが、皆さんがとても温かくてとても嬉しいです。ありがとうございます。今日は短い間ですが楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ続きましては、テレビシリーズでは12月28日より登場いたしますが、一足先にこの映画で登場いたします、仮面ライダーマッハしじま豪役稲葉優さんです。お願いします。ありがとうございます。しじま豪役稲葉優です。本当に、ね、こんなたくさんのお客さんに見に来ていただいて本当に素敵なことだと思います。皆さん今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、沢上凛奈役吉井玲さんお願いします。ありがとうございます。沢上凛奈役吉井玲です。皆さん今日はお集まりいただいてありがとうございます。外務の集大成ドライブの初劇場版なので楽しんでいっていただけたら嬉しいと思います。2階席のみんな、1階席よろしくありがとうございます。よろしくお願いいたします。さすがリーナさんですね。さあ続きまして、西条旧役浜野健太さんです。お願いします。あー、来た、キューちゃんです。すいません。このドライブと、外務の映画公開になってとても嬉しいです。なんかドライブと外務のその違いが、雰囲気の違いがすごい面白いので楽しみに見ていってください。はい西条旧の浜野健太でした。ありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。続きまして、堀田源八郎役今田平さんです。お願いいたします。堀田源八郎役の今田平です。何もないわ。あ、何？え？何？ああ、ごめんごめん、あ、びっくりした。あ、頑張ります。はい、ですね、もう本当に素晴らしい作品になっております。本当にこの内容はですね、もうどんよりすることなく、どんよりすることなくトップギアで進んでいきますから、皆さん、瞬きすることなく見てください。頑張ってくださいね。頑張って、ありがとうございます。ありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。続きまして、チェイス役加藤の太鼓さんお願いします。それを待ってた。あ、まずね、みんな瞬きぐらいしてもいいんで大丈夫です。はい、今回のこの映画、はい、なんか外務との、ね、コラボ、そしてロイミュードと、ドライブのコラボ、そういったものを楽しみにしていただけたらと、まあ、いないですけどブレンちゃんもおっしゃってました。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、ハート役わらびの智也さんお願いします。はい、みんな友達。
ハート役のわらびの友也です。どうも皆さんこんにちは。もう見てわかるように、あの皆さんもう仲いい感じでそのまま撮影現場に挑ませていただきました。スタッフ、キャストともに一丸となって、素敵な作品ができたと思います。それとこれを見終わった後、また明日ですね、朝8時の方からまたドライブやりますんで、そちらの方もお楽しみに、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。さあ、ご挨拶の最後は劇場版のゲスト、仮面ライダールパンゾルーク登場役、綾部祐二さんです。お願いいたします。綾部、なんで苗字なの俺だけ。熟女キラーじゃない、おじさん、おじさん熟女キラーじゃないからね。みんなかっこよく役目言ってるのに、なんで俺だけのぶとい声で熟女キラーって言われなきゃなんなの。お願いします。どうもありがとうございます。熟女の皆さん、会場の皆様、仮面ライダールパン役、ピース綾部でございます。よろしくお願いします。2階席の皆さん、そして1階の皆さん、そして東映のお偉い方々、よろしくお願いします。これからも何卒よろしく、ピース綾部でございます。よろしくお願いします。私だけでございます、東映の方に言ったら。私ピース綾部です、よろしくお願いします。お願いいたします。すいません、はい、ありがとうございます。